シャムキル県はアゼルバイジャン北西部のギャンジャガザフ経済地区の県。ソ連が1930年にシャムコル県として設置し、1991年の独立とともに改名した。県とはシャムキル。2011年の人口は約19.6万人。北から時計回りに,に接する。都市化率は33.5%。シャムキルの戦闘古代シャムキルは、 クラガウガンの20ヘクタールの要塞で、川には2本の橋がかかっていた。7世紀、イスラム帝国が、シャムキルを占領し、ミュートバキリーと名付けた。9世紀から12世紀、セルジューク朝の支配下で、シャムキルは繁栄した。12世紀、イルデニズ朝の支配下で、シャムキルは繁栄した。13世紀、シャムキルは、モンゴル帝国への抵抗の重要拠点だった。 16世紀、地元の ZLQDZ 族の主張が支配した。アゼルバイジャン半国が存在した時代には、シャムキルはギャンジャ半国に属した。1803年、ロシア帝国が占領し併合した。1826年9月3日、ロシアペルシャ戦争の中で、ロシア帝国がガージャールアサをシャムキルで破った。19世紀前半、ロシア皇帝は、 コーカサスドイツ人を大量にコーカサスに移住させ、シャムキルにも大きな社会ができた。シャムキルはアニオと改名された。1938年、ソ連はシャムコルに改名した。1991年、アゼルバイジャンの独立とともにシャムキルに改名された。ありがとうございます。